大丈夫ですね。はい。はい、ありがとうございます。いやもう生放送始まってるんだよね。あれこれどっから入れんのこれ。ちょっと外しまーす。これで OK。 音声がちゃんと入るかな、大丈夫かな。これだと十分ですね。はい、ありがとうございます。できてる？大丈夫？大丈夫よ。はい、ごめんね、ごめんなさい。あ、そうですか。それでは、5時半になりましたので講演会を開催させていただきます。皆さんこんばんは。本日は二宮高徳連合主催の特別シンポジウム、詐欺映画主戦場を糾弾するにお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます、二宮尊徳を伝える山田の破壊、また熱望慰安婦問題を正す日本有志の会の有志、いいことかすりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のシンポジウムは報道関係の方もお越しです。参加者の皆様には会のスムーズな運営にご協力いただけますようお願い申し上げます。それでは国歌斉唱をいたします。皆様ご起立いただき正面の方にご静観ください。二宮報徳会工藤明彦会長が先導させていただきます。それではよろしくお願いいたします。Oh.
じめに本日のシンポジウムの主催団体二宮報徳連合代表藤田博之より、皆さんにご挨拶させていただきます。藤田代表よろしくお願いいたします。皆さん本日は本当にですね、台風が降りまして、雨風もですね激しい中、この建設現場にお運びいただきまして誠にありがとうございます。今日は詐欺映画主戦場を糾弾すると銘打ちまして、このシンポジウムを開催させていただくことにいたしました。私は二宮報徳会というのが5回でありますが、かれこれ四半世紀活動しておりまして、この二宮報徳会でですね、この会期にですね起動されたのは藤信夫先生です。これは東京裁判で海軍と法廷係でした。すべての裁判の記録をされた海軍少佐ですね。先人が本当にですね国のために戦った、その名誉を守るために二宮報徳会のですね先輩たちもずっと声を上げて戦ってきてくださいました。しかるにこの四川省という例はですね、私の本当に敬愛します諸先生、外国論家の加瀬秀明先生、新しい歴史教科書鶴会の運動をずっとされてこられました藤井岡信和先生、そして、実は私の上司、ゆかりの人間なんですが、放送のですね、山本伊武さん、そして、テキサス・ロイズさんをですね、最初に来日するから私は通訳を務めさせていただきました、ね、もうその事務局の、藤木、社長ですね、でそして桜井芳子さんですね、もう本当に日本の保守の論客の方々をですね、紹介した上で、けなす、こんなひどい最適症で作られた映画これまでなかったと思います。何としてもですね、この映画を阻止して、そして私たちの先人のですね、名誉を回復していきたいというふうに思っております。本日はお越しいただきましてありがとうございました。藤田代表、ありがとうございました。それでは本日のシンポジウムの開会にあたり、外交評論家で福田中曽根政権の首相特別顧問を務められた加瀬秀明先生に一言お言葉を賜りたいと存じます。皆様大きな拍手をお願いいたします。3年前ぐらいに都内で講演をしたときに、
韓国は可愛い国だと言った映像が出てくるわけです。その後は出てこないんですが、かぶせてですね、これは冒険だって、朝鮮語ではマンモンと言いますけども、許し難いマンモン、大韓民国のこと、可愛い、ロマンスタイル。その後を全部先生2分ぐらいですけども続けてくれればよかったんですが、私はどうして韓国は可愛い国かと言ったのかと言いますと、中国やロシアは日本をいじめていますけれども、しかしずるい大人の国だから自分が損になるようないじめ方をしたい。韓国はですね、幼子みたいにとにかく自分が損になったのキャッ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 騒ぎませんから可愛いという意味で言ったんですよ。そこは恥ずかしい。それからまた別のテレビ番組では、私の動画が出てきてですね、でそこに、日本会議代表委員、新しい歴史教科書を作る、出版社会長、ちょっとこれは肩書きが違うんですけども、南京の真実を究明する会長とか、4つぐらいこう、そしてそれが終わりますと、日本軍がですね、帝国陸軍が、連帯記録を掲げてですね、更新すること、それから突然、東京裁判の、東条、首相以下ですね、帰国籍に座っているところといった靖国神社とか、それが独々しい形で映像が流れてくるんです。でそんなことが何回かあって、そうしましたら皆さんご存じないと思いますけども、シャーロック・ミューというアメリカで売れっ子中の売れっ子の美人のモデルがいるんです。ファッションモデルです。そして彼女が旭日記ですね、朝日新聞の社員などを使っている軍艦、今の海上自衛隊の、軍艦機でもそれがこうついたですね、ポロシャツを着た写真がアメリカに流れて、そうしましたら韓国の大手の新聞からテレビが、イルクーツと朝鮮語で言いますけども、これはナチスの鍵十字の旗と並ぶ、先輩機、チョンボン機と朝鮮語で言いますけども、チョンボン機であると言って彼女を非難しました。ただシャーロックはけなげのものですね、反応して、この、日本のこの旗はもう大昔から使われている。これ事実そうですね、漁業の大漁期ですとか、あるいは胸上げ式ですとか、いろんなことに旭日の上りが使われてきた。で、ナチスの、今やその呪わしいですね、影に取り付く鍵十字のはるかに古いもので、韓国側の非難は全く当たっていないという反応が、しばらくの間シャーロットが叩かれて、そうしましたらなんとですね、私は気がつかなくて、私に対する非難が私の親族までに及ぶようになったんですというのはシャーロットはジョン・レノンと陽光の小野陽子の間に生まれたショーンという息子がいますね、名前はショーン太郎、小野は私の母の先生とかありますけども、小野レノンという名前ですが、今42、3歳で、なんか上野七光が、そのミュージックの世界で何をやってるのか分かりませんけど、大変売れてるんですね。で、このショーンが今度出てきてですね、あれは美しい旗だって言ってるんですって。そうしましたらさすがの韓国も全世界にビートルズのファンが多いもんで、ビートルズのファンをですね敵に回したらもうかなわないと思ったのか、このシャーロットに対する非難もなくなったし、不思議なことに私に対する非難もなくなってしまいましたね。と、いうことで実はこの視線上、今韓国で
チュウチャンジャンというんですかね、朝鮮語にすると、が全国で大変当たっているという、ことです。で、私は、今日はそのに私が敬愛する藤岡先生がご一緒ですが、藤岡先生が、去年これを裁判で訴えようという時に、かなり前のことですから、私はまたこの韓国のバカ騒ぎに、なんか協力している日本人がそういうのが作ってるから、かえって裁判で訴えると、当時は日本の小さな映画館でやってるだけでしたから、彼らのを助けることになるんじゃないかと話題にして、で私は原告に、加わらなかったので、今非常に後悔をしています。で私はどうせこの朝鮮人のですね、南朝鮮人、韓国人のから騒ぎ、反日反日といって騒いでこのから騒ぎですが、こんなものはもうまともに相手にできないから、ほっといた方がいいと、思っていましたけど、しかし、やはり藤岡先生が中心になって、この法廷闘争を今行われているというのは、これは、やはり日本の大学、もう日本の大学はおかしな大学ばかりですね。で、おかしな大学の中に今日、藤田さんのところですから、あんまり言えないけども、藤田さんは確か上智大学の卒業生で、熱心なキリスト教徒というのがいらっしゃるんですよね。ですが、上智大学はもう、これはもう日本の大学、本当は大学の免許を取り消すべきような学校ですね。ですから、この上智大学を有罪にする裁判というようにしたら、私は本当にこれは値打ちがある法廷闘争だと思いまして、あんな大学潰した方がいいですね。渡辺先生が登場されたときはまともだったんですが、最近の上智大学は、これはですね、もうどん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 ですね、攻め立てて、そして、四谷はまたいい場所にあるんですね。あそこ、潰して公園にした方がホテルも桜も素晴らしいですね、と考えております。大体、今日この中でキリスト教のご信者の方、もうおいでかもしれませんけど、キリスト教というのは日本に対して、本当に迷惑な迷惑な宗教で、もともとイエズス会の、フランシスコ・ザビエルが日本に、安土桃山時代に来ましたけど、そういえば我が歴史教科書ではイエズス会のと書いてあるんですが、それは全くの違いです。あれはスペインですから、カンパーニアでイエスと言って、スペインの日本語の辞書をカンパニアと行きますと、軍と出てきます。解雇は出てきません。ですからイエズス会は今はソサエティになって、イエズス会におとなしい名前に書いてますが、ザビエルが来た時はイエズス軍だったんです。要するにスペインやポルトガルやそういったですね、邪悪なキリスト教徒が全世界を侵略してですね、そして有色人種を奴隷にして、あるいは虐殺をする。それの、一番のですね、ですから、先兵を務めた。ですから、ザビエルが来ますと、イエズス軍を率いてですね、やってきますと、日本の若い男女を捕らえて、これを奴隷として海外に売るとか、それから神社仏閣をですね、破壊するとか、僧侶、それから神職、に暴行を加えるとか、とんでもないことを行ったもの、でした。ですから秀吉、それから家康が、このキリスト教を禁止したというのは、これはもう当然のことです。今の私はイエズス会が禁じてですね、その中で上
上智大学は廃校にした方がいいと思いますと考えて、今回の戦いは私は韓国に対する戦い、これはもう私はちょっと脱線するかもしれませんけど、今日本が心から感謝しなければならない人が3人いると思うんです。まず第一はトランプ大統領です。トランプ大統領が3年前の大統領選挙で当選した時にはアメリカは分断されていました。要するに頭のおかしさんですね、オバマ・ヒラリーを支持してきたアメリカのリベラルたち、それに対してアメリカの伝統的な落ち着いた生活を守ろうという人たちと2つに分断されて、そしてトランプがアメリカの伝統的な生活を守ろうというチャンピオンとして現れて大統領、ホワイトハウスを止めました。で、アメリカは一層それによって分断されるようになって、アメリカの邪悪なニューヨークタイムズとか、CBC って CBS だとか、そういうアメリカの大手の活動が上げてリベラルですね。そこでアメリカの分断が激しくなってたところを、アメリカが力を失うと一番困るのは私たちですよね。とにかくこの、アメリカ様に押し付けられた日本国憲法の下で日本はもう国防力が全くない。そこで、中国、がもし攻めてきたら、我々は比例するほかないという状況ですね。アメリカを頼りにしたのはアメリカは分断して、そしてアメリカは力を衰えさせていた。ところが習近平先生がですね、それを見てアメリカのマスコミではもうトランプはすぐにロシア疑惑で、弾劾されて辞めることになるだろうとか、アメリカは分断されてもう力を失うようになったりとか、アメリカの大手のマスコミに騙されて舞い上がってですね、そこで南シナ海で、に埋め立てた7つの人工島、これはアメリカに対して絶対に軍事化しないと約束していたのに、ミサイルを配置するとか、空軍の基地を作るとかいうことが、あるいは、中国からヨーロッパに至る一帯一路というですね、遠大な計画を強引に進めるとか、で、そのためについにアメリカはリベラルの民主党まで含んでですね、ここで中国を押さえつけなければならないということで、中国と対決するような、米中の関税戦争だとか貿易戦争というのは僕入り口に過ぎなくて、アメリカの世論はここでちょうどレーガン政権がソ連を倒したのに中国を解体しなければ、共産政権を倒さなければならないということで一致団結するようになりました。ですから習近平さんありがとうということですね。それから、2人目は、誰かと言いますと、これ2人目はですね、韓国のムンジェイン。ムンジェインと言いますが、私は多少朝鮮語ができますので、本当は英語ができるもので、シナ語を勉強したんですけども、姿勢というのは全然なんですよ。まあとか言う。それが難しいので、朝鮮語だったらいいだろうと思って、朝鮮語を勉強しました。で、ムンジェインは、ある虎と書きますが、しかしサイナンは韓国ではジェアンと発音します。ですから、私はこの間台湾の国際会議の時に、韓国の大抜擢をした人が来てて、私は英語でこう言いまして、ムンジェン、プレゼント、ムンジェン、ムンジェン、ムンジェンと言ったら、韓国の学者が私のところに来てですね、我が国の大統領はムンジェインだから、ですから、ムンジェインとお呼びくださいとか、またその後、ムンジェン、ムンジェンとか、また文句言うんですね、コーヒーブレイクの時に。だから私は朝鮮難しいから、ちゃんと発音できなくて申し訳ありませんと。終わりをしたんですが、韓国の保守派が今立ち上がってです、あんまり、文大統領が言いかげんなことをするもので、このままいくと文政権は野垂れ死にをする、そして韓国民が初めて目を覚ましてですね、もう反日をやめる可能性が高い。ですから私は
文政権が一層暴走することを心から願っております。そして、3人目はですね、私はご本人がいらっしゃる前で、そういうことを言うとなんかお政治のように皆さん誤解されるかもしれません。でも私は本心から申し上げます。そこに座っていられる藤岡先生です。戦いに勝つことによってですね、日本はまともな国になることができます。ぜひ皆さんもご一緒に、この藤岡先生の法廷闘争を応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。藤先生ありがとうございました。それでは本日の基調講演に入らせていただきます。基調講演は教育研究者で東京大学拓殖大学の教授を歴任し、また自由主義史観研究会新しい歴史教科書を作る会の創設にも携われました藤岡信勝先生にお願いいたします。藤岡先生よろしくお願いいたします。皆様大きな拍手を。
大変私も気がかりで深刻な問題だと思っております。さて、その上智大学にこういう人がおりました。出崎式年と漢字で書きましたけれど、これはこの人がですね、この日本の漢字の名詞を持って現れたんですね。ですから、私はこの字を使うことにしています。しかし実際は、日系二世のアメリカ人でフロリダ生まれ、ノーマン・ニキネ・デザキというのが正確なお名前です。ですがこういう名詞 でこの何て言うんですかね、地質としては 100% の日本人です。ですから私はこの方が、日系二世のアメリカ人だということを知りませんでした。インタビューを受けた後も知りませんでした。でこの方がまず一人です。それから二人目は中野光一という上智大学の教授です。でさっきの出崎と中野光一は、師弟関係、指導 教授でございます。まあ、そういう関係なんですが、でさて、私どもですね、合計8人の保守系の言論、まあ、言わず問題などに発言をしている人々が被害を受けました。でどういうふうにアプローチをしてきたかということをお話しします。どのようにしてインタビューを受けさせたかということですね。でこのインタビューはですね、第1陣、第2陣、第3陣と3つのグループに分かれておりました。でその第1陣、一番最初にターゲットにされたのが、山本由美子さんです。で、山本由美子さんはご承知の通り、なでしこアクションの代表で、女性の立場から慰安婦問題について活発な発言をなさってこられた方であります。でどうしてターゲットになったか、これはもうほぼ明らかであります。上智大学の、出崎の大先輩に当たるわけですね。ですから、まあ、自分の後輩が、修士論文のために、勉強したいということで来たので、それはぜひ協力してあげようと、まあ、優しい山本さんはお考えになったに違いないわけです。でそういうことで、山本さんをターゲットにして、山本さんが、うまくインタビューに引っ張り出すことができればその次の道がつながるだろうと、こういう作戦だったと思います。で、さっきこの名刺の話をしましたけれども、こういう名刺を持っておりました。でこれは別に何の疑問もないんですが、ことがこういうふうに展開してから改めてしげしげと名刺を見ますと、いろいろな仕掛けがあることが分かります。この名刺おかしいのはですね、大学院生としか書いてないですね。左側に上智の校章が大きくデザインされております。で住所はですね、清井町7の1と確か本部のあるところだと思うんですが、これだけではですね、この出崎さんに、大学院生出崎さんに、郵便物はつきませんね。ですから、この住所は意味がない。でそれよりもさらにおかしいのはですね、このメールアドレスですね。でメールアドレスは、これはつかないかな。このメールアドレスが、ミキネ・デザキ・ドット・ソフィア、ソフィアは上智ですね、入ってるので、これは上智大学の大学が割り当てたメールアドレスだろうと、一瞬思うんですが、しかし、もしそうであれば、アットマークの後にソフィアが入らなきゃいけないんです。ところが、アットマークの後は gmail.com ですから、これは何の意味もない。ですからこれは上智大学のメールアドレスを偽装したアドレスだということが分かるわけです。ですからなかなか手が込んでまして、至る所にこういうことが
仕掛けられているわけですね。そして目崎は2人の大学院生を伴ってきました。大学院生だと思います。で岡本明子、それから、なんだっけ、オブリー・シリーというですね、そういう外国人の名前になっていますが、左側が日本語の名詞で、裏側が英語の名詞というふうになっております。でそれ3人を並べましたが、名詞の作りは全く同じです。で、この出崎氏は、山本さんに次のようなメールを送ってアプローチをしてきました。慰安婦問題をリサーチするにつれ、欧米のリベラルなメディアで読む情報よりも、問題は複雑である。強制に関する証拠が欠落している。慰安婦の状況は悪くはなかったということを知りました。私は欧米メディアの情報を信じていたと認めざるを得ませんが、現在は疑問を抱いています。いかにもですね、迷える青年というこういうことを演技をしているわけですね。でそうか、それならば迷ってるならばもうちょっと教えてあげようという気持ちを起こさせるように仕組まれています。さらにですね、大学院生として私にはインタビューをさせていただく方々を尊敬と公正さを持って紹介する倫理的義務があります。非常に立派なことを言ってますね。でこれは学術研究でもあるため、一定の学術的基準と許容権を満たさなければならず、偏ったジャーミン的なものになることはありませんと断言しているわけです。しかし実際はどうだったでしょうか。で、よって公正性かつ中立性を守りながら、今回のドキュメンタリーを作成し、卒業プロジェクトとして大学に提出する予定です。これだけですね、念のいったこの手紙を送ったのは、実は2人しかおりません。私はこんな丁寧な手紙をいただいておりません。当院編の、卒業研究だからという話だけでありました。その2人というのは、山本由美子さんと藤木俊一さんです。なぜでしょう？なぜだと思いますか？これはお二人がですね、インターネットの世界に通用していると、実際通用していますけれども、それをですね、ちゃんとこう出崎が知っていてというよりも、まあ、日本人に知らされたのかもしれませんが、それでこの二人はですね、インターネットのことをよく知ってるぞという前提があって、同じような文面を送っていたわけです。でそれはなぜそうしたかというと、実はここにですね、Racism in Japan というタイトルの、これは YouTube にアップされた動画ですよね。でこれはですね、実はこの出崎が日本にやってきたのは、外国語の補助教員、まあ、教員といっても資格はありませんけれども、外国語を教えるですね、補助の役目として、日本にやってきたの。それで山梨県の中学校と沖縄の、高校ですね、そこで英語の補助教員をしておりました。でこの時にですね、高校生たちに日本に人種差別はあるかという問いかけをして手を挙げさせたんですね。プラスに 2,3 人しか手が上がらなかった。それでですね、いや日本には実は人種差別があるんだよと言って、彼はですね、バカチョンカメラというのがあるとかね、これはもうその解釈は全く間違いなんですけども、あるとか、それから沖縄の人は、本土で、下宿もろくに探せないとか、なんかそういったふうなことを言ってですね、まあ、めちゃくちゃなこの、怪しげなというか、ほとんど間違った知識を振り回して、高校生に説教したんですね。それで、多分そういうことが問題になったこともあるんでしょう。沖縄の高校は、辞めさせられたというふうに聞いています。そういう前歴がある。そうすると、レイシズム・イン・ジャパンというようなことを言っている自分の過去の前歴を知られていると、
インタビューを受けてくれないんじゃないか、まあ、こういう危惧を持ったんだろうな、それからああいう丁寧な危惧、さらにもう一つ、これは女装している出先なんですね。でカツラをかぶって女性の、まあ、成り立ちをしております。でそれでですね、日本の軽薄な女の子の口真似をして、まあ、日本人の女性を侮辱するという、そういう、ビデオを作っているんですね。でしかも、まあ、この最後には誠に卑猥な言葉をですね、まあ、言う、そういうようなヘンコリーなものです。でこれはあの、今日お配りした資料の中に、新聞の記事をあの入れておきましたので、後ほどゆっくりご覧ください。こういうですね、芳しくない過去があるので、このネット事情に詳しいお二人には、とりわけ丁寧な、まあ、言い訳をしていたというふうに見えます。第2陣は、私と藤木さんと、まあ、藤木さんが事務局としているトニー・アランさん。そして、衆議院議員の杉田水脈さん、この4人ですね、まあ、藤木さんと丸山さんは一体と考えれば、いいかもしれませんが、同じ日に、8月11日に、メールで、アプローチしてきました。これは山本さんの取材が成功したので、こちらに今、手を伸ばしたと、こういうふうな流れではないかというふうに思います。それから第3陣が、先ほどご挨拶をいただいた加瀬先生、桜井よし子さん、ケント・ギルバートさんという、こういう方々を取材しております。で全体を表にまとめますと、このアプローチの順に並べますと、山本さんから桜井さんまで、2016年の5月から、12月までですね。で最後の桜井さんのインタビューが終わったのが翌年の2月15日であります。で、撮影場所は8人中4人が上智大学の四ツ谷の教室を使っております。上智大学はまさにですね、この捏造映画の、まあ、詐欺映画の制作の本拠地になったというふうに言っていいでしょう。でそういうふうにして、商業映画を実は作ることを目的にしていたわけですが、でその商業映画が利用できまして、で予告編のがネットに流れました。でそういうことは私は全然知らなかったのですが、予告編は割と早く出たようであります。それでこれからその予告編の2分間を上映いたしますが、たった2分間の中にですよ、実にたくさんの仕掛け、詐欺的な方法での、まあ、許しがたいですね、捏造が含まれております。でそれをあらかじめですね、ご紹介しておきますと、英語文字の大写しがしばしば使われております。20万ですね、200,000 と言いますが、キズナック、アブダッティ、これはテレビのニュースショーで、ニュースでアナウンサーがその言葉を言うたびにですね、この画面いっぱいに大写しの英語の単語が出るわけです。そして、たたみかけるように次々と、そのニュースを流しますから、もう繰り返し繰り返し、一番最後はセックスレイブというところが出るわけですね。でこれはですね、そういう同じ単語を繰り返し流すことによって頭に吸い込む、そういうですね、効果を狙っているわけです。で2つ目はですね、なぜ主戦場なのかということがこの、短い、予告編で出てまいります。これは細谷清さんというですね、まあ、慰安婦問題をやってこられた方ですけれども、でその方がですね、日本では慰安婦論争はもう終わったと。これからはですね、アメリカの誤解を解いていくということが必要だと。主戦場はアメリカだと。こういうことをある集会でおっしゃったんですね。それで、そのことをですね、逆用して、
主戦場というタイトルをつけたんです。ですからこれは出崎氏の立場からすると、主戦場で逆襲をしてやるぞと、そういう意味になるだろうと思います。アメリカこそが、ですからこの主戦場という映画のいわば一番のメインバトルグラウンドということになるわけですね。あ、映画聞いた。どうしてだろう。接触じゃないか。そして、じゃあ3つ目ですね、一方的な批判がなされます。吉見義明のみをですね、歴史家の肩書で切り付けると。いうことが行われています。それから4つ目、桜井よし子さんのですね、イエロー君問題であたかも答えに窮したと誤解させる差出が行われています。最近もですね、私の身近な方が、あの予告編で桜井さんが言葉に詰まったのはイエロー君問題じゃないんですかと言われて、私の方がびっくりしました。私は事情を全部知ってますので、桜井先生はある女性のですね、そのプライバシーを守るために、それはあまりにも複雑だから話したくないというふうにおっしゃったんですよ。でそれをですね、口ごもったのは慰安婦問題の質問に答えられなくて、それで、黙ってしまったという文脈を作ってですね、それでこの中で桜井先生をまさに侮辱しているわけです。全然話は違うんですよ。だこれほどですね、ひどい捏造を平気でやる連中だということをですね、私は本当に腹の底から怒りを感じます。ではその予告編をこれからどうしよう。豆腐というのは配給会社ですね。They were not sex slaves, they were prostitutes. They were actually kidnapped from their families, abducted. Forced into sexual slavery.資料の解釈は完全に間違っていると思います。
この映画の中で実際に出てくる言葉ですけど、リビジョニスト。歴史修正主義者と日本語で訳すとあんまりピンとこないんですけど、リビジョニストっていうのはですね、これはしつけ強盗よりももっと悪いやつのことなんですよ。つまり社会的に抹殺されても仕方がないようなホロコーストを否定するという連中っていう、こういう意味なんですね。ですから、この5人はですね、お尋ね者みたいなもんですね。で、私、左端の人間も特に凶悪に見えます、ね。さらにですね、リビジョニストだけじゃ気が済まなくて、ディナイアリストっていうのを最近使うわけですね。否定論者、何を否定するか、歴史の本当のことを否定すると。そういう、まあ、避難語なんですね。レッテル用語なんです。こういうことがですね、繰り返し繰り返し出てきます。私の顔を通しては美術の理想。こういう形でですね、私は3回ぐらいこれやられてます。この映画の本当のプロデューサーは誰かという問題を立ててみたいと思います。実は、目先は承諾書という文書を持って、インタビューが終わってですね、インタビューで、お互いに、まあ、しゃべってですね、膝がついた、まあ、いい気分になったところでですね、ちょっとサインしてほしいと、これ必要なので、というふうに持ちかけていったようです。で、この承諾書にはですね、しかしながら、驚くべきことが書かれていたんです。その電化製品の説明書だって細かいことはあまり見ませんよね。で、どっちみちその学生の修士論文なんだから、卒業論文なんだから、ということでですね、それも安心してるわけです。上智大学の立派な大学の大学院の、そういう学術的な研究だということですから、そんなね、変なことがあるとは思わないわけです。ところがよく読むとですね、承諾書には、5番目なんですが、制作者またはその指定するものが、日本国内外において永久的にですよ、本映画を配給、上映、または展示、公共に送信し、または本映画の複製物、ビデオ、DVD、または常に知られている存在の媒体、またはその後開発される媒体など、つまりあらゆる種類の、未来英語、あらゆる種類の媒体を使って販売対応すること。書いてあるんです。それでですね、8人中6人の方がこの承諾書にですね、サインをしてしまいました。2人の人間だけがこの承諾書にサインをしませんでした。それは私と藤木さんです。2人は何も示し合わせたわけじゃないんですが、それぞれの体験からこの承諾書はおかしいと思ったわけです。藤木さんはこれを見てですね、一方的に撮影する側の権利だけが書かれていると。インタビューを受ける側の権利は何も書かれていない。こんなものはですね、もうあまりに偏っていて、この契約とは言えない。で、それで藤木さんはこの承諾書にサインすることを拒否して、そして自ら筆を取ってですね、承諾はですね、一方的な承諾でしょ。それそうではなくて合意書、両者が合意したという文書にしたんですね。で、それからですね、取材される側の権利もちゃんと書き込みました。そしてこの承諾書にあったですね、商業英語に未来英語を使うなんてこういうバカなのはもう完全に削除しました。で、合意書には3つほどこのインタビューを受ける側の権利が書かれているんですが、一番重要だと思うのは、他の映画等にの作成に使用することがないことに同意すると書いてあるところです。で、これは私は先ほどの新聞記事の裏側にですね、雑誌の記事を私が書いたものを載せておきましたので、この合意書の意味についてはそこで、後ほど読んでいただきたいと思うんですが、この合意書はこの部分決定的です。で、私はですね、承諾書にサインしてほしいと言ったので、その瞬間にですね、
もう非常に私は、内心怒りました。というのはですね、無償で取材に協力をしている私がなんでですね、その出先の出先と契約を結ばなきゃいけない。で、私はちょうど半年ぐらい前にですね、外国のあるテレビ局の取材を受けまして、それでひどい目に遭ったんですね。というのは、その取材を受けた時にやはりこのサインをしてくれと言われました。で、その時はしりしりと読みました。そしたら本当にですね、このテレビ局の都合のいいことだけが書いてあるんですよ。だからこんな偏ったものはですね、到底契約とは言えないと言って、私はサインを拒否しました。そしたら私はかなりの時間付き合わされたんですが、私の映像は1秒も載りませんでした。放送されませんでした。で、本当にこのテレビ局というのはですね、もう勝手なもんだというふうに思っておりましたら、この大学院生がですね、サインしてくれているので、私はもうその文章を見るまでもなく、あ、こういうですね、もう悪臭に染まってるなということで、私がそういうのにサインするのは私の趣味ではないと言って追い返したんですね。で、その後またいろいろ言ってきましたけれども、それも私は取り上げませんでした。ですが、出なくてはかなり困ったようです。それで、藤木さんとこういう合意書を交わしたので、これでどうでしょうかと言ってたんですね。で、私は初めてその時に文面を見まして、まあ、これならばですね、藤木さんが頑張ったんだなと、その時初めて分かりましたけども、で、サインをしたんですね。まあ、妥協してサインをしたわけです。ですから、今、訴訟で、戦ってますけれども、この合意書の発行だけはですね、これはもう絶対的に私たちが強みだと思ってます。で、こういうですね、テレビデータを使ってやってきたということです。で、この中にですね、またこのやり取りの中で、実は決定的なポイントがあるのです。出先から私宛てのメールでこう書いてありました。ドキュメンタリー承諾書の件ですが、私たちの指導教官と話しましたところ、藤岡先生の出演部分がドキュメンタリー、言葉がちょっと乱れてるんですが、中核を占めるのであれば、やはり承諾書へのサインがなしには、ドキュメンタリーの制作へ着手することが難しいと言われました。指導教官がですね、藤岡のサインを取らなければ、これを続けてはいけないと言ったって言うんですよ。そうするとですね、この邪悪な企みを指揮しているのは、指導教官じゃありませんか。ですから、出先をですね、単なるその、いわば駒と言い過ぎかもしれませんが、実は本当にこの映画をプロデュースしているのはですね、指導教官なんですよ。で、その指導教官がですね、誰かということは分かりませんでしたけれども、実は4月20日に東京都内で主戦場という映画が上映される前日の19日に参議院議員会館で安倍政治をやめさせようなんとかっていう政治集会が開かれました。その場に中野浩一教授が登壇して講演をしたんですね。で、その中で私の弟子のこの出崎というのが、こういう映画を作ったからぜひ皆さん見てやってくださいというですね、映画の宣伝をしたわけです。それで初めて分かったんですね。中野浩一が、で、中野浩一という名前は私でも知ってました、ね、ですから中野浩一という名前が最初から分かっていれば、このインタビューを受けることは絶対にありませんでした。他の市民の方も多分そうだと思います。ですから、これはですね、初めて中野浩一指導教員につながりがついた、これは非常に歴史的なメールの文面になります。そこで出先の周辺で、うろちょろしていた人たちを少し洗ってみようと思いました。例の岡本和彦です。で、彼女の名刺も全くさっきと同じですが、岡本和彦が写っている、写真があります。で、この
3人の女性、2人の男性がいますけど、この中の誰が岡本あき子なのかはとりあえずは分かりません。しかしここでですね、リネモスという単語が出てきます。これはですね、学生を中心にして政策提言って、まあ偉そうな話なんですが、政策提言の組織を作ったんですね。そしてこの組織を作った中心人物はこういう写真があります。中野浩一なんです。そして真ん中に見覚えのある人がいませんか？これは奥田亜希というですね、2015年に安保法制の、が問題になった時にですね、これに反対するノンポリの学生だということでですね、シーズという団体がありましたね。あの団体の黒幕も実は中野浩一です。で、シーズはですね、共産党が特に肩入れをして、共産党がシーズの宣伝化を、用意してあげるというようなことまでやりました。で、そのシーズの連中がその安保法制のあれが終わった後ですね、リデモス、リデモスっていうのはですね、リっていうのはやっぱり手紙のメールの返信なんかでやりますよね。で、この民衆への応答という意味になるんですが、そういう名前のリデモスというので、これは記者会見をですね、参議院議員会館でやってるんです。で、後ろに DG なんとかっていうのがありますね。これはですね、全部このリデモスのですね、その、まあ、デザインしたものをですね、ここに後ろにベタベタ貼ってるわけですね。で、この中にやはり岡本あき子はいるはずなんです。で、誰なのかなと思いますが、こういう写真があります。これはですね、中野浩一がこの学生、女性の学生とちょっと距離が近すぎますね、やや不自然なぐらいこの人が岡本あき子指導学生なんだと思います。で、3枚に共通する、この髪型と服装も割と似てます。だから私は多分そうだと思いますが、まあ、本当のことは分かりません、まあ、断定はできませんが、多分そうであろうというふうに思います。ということはですね、なんと出先の、卒業研究と言いながら、それはですね、中野浩一のゼミの学生を動員して、それで、そのサポート体制を作ってですね、それで盛大にこの組織化して、プロジェクトとしてやっていたということなんですよ。で、中野浩一という人はですね、共産党と対面親しくてですね、この志位委員長と新春対談を、政党機関紙新聞赤旗で2016年この映画の撮影が始まった年ですね、1月1日の新聞赤旗で対談をしております。大変な大きな立場にあるんですね。で、それだけではなくて、京都に足を運んで北田圭司という共産党議員の応援演説もやっております。で、さらにもう一つ、桜井よし子さん宛ての企画書というのを送っています。この企画書を送ったのは桜井よし子さんだけなんです。だから桜井よし子さんもなんとかこの利用してやろうということでですね、わざわざ上智大学のマークのついたですね、レーダーゲートのついたこの紅葉線のようなものを使って、企画書を出しています。その中に書かれているのはですね、こういうことが書かれていますね。日本の保守派がこの問題について説得力のある議論を展開していることが明らかになっている。歯の浮くようなお政治を言ってですね、なんとか取り入ろうという、努力、姿勢が見えるわけです。ですが、今問題にしようというのはそこではありませんで、ここにですね、畑桃子というインタビュアーという人がいます。この人に注目していただきたいんです。で、この、桜井先生のところにはですね、あと
加瀬先生のところもそうです。さっき二人で見えたとおっしゃいましたね。で出崎はですね、ある時期からこの墓の子と二人で取材に回っているんです。で、じゃあ墓の子というのはどういう人か。彼女はですね、出崎となんと制作者として同格に並んでいます。公式パンフレットでもそういう扱いになっています。ところがこの畑桃子という人はその公式パンフレットにですね、非常におかしなことを書いているんです。実は自分がドキュメンタリー映画主戦場のプロデューサーであると知ったのは、編集がほぼ終わりこれから細かい修正を加えていくという段階になってからだった。私はピンチヒッターという形で当初から携わっていたが、多忙のためプロジェクトと書いてますよから抜けた日本人スタッフとの入れ替わりで入った。そうするとですね、最初から日本人スタッフが、この映像の専門家のような人がですね、たくさんこうついていたっていうことですよ。そしてその人が用事ができたので、その入れ替わりに畑桃子さんはその役目をしたと。で、日本人スタッフと書いてますから、この主戦場という映画はですね、英語バージョンと、韓国語バージョンと日本語バージョンの3つと内容が違いますよね。で、韓国語バージョンは韓国人のスタッフがいるわけです。そういうふうにしてですね、実は上智大学は映画主戦場を作るですね、で制作プロダクションのような、そういう状況を呈していた。その中心にいたのは中野浩一です。畑桃子さんがこのパンフレットの中で自分が手掛けた仕事をずっと書いております。で、それをね、読んでみますよ。インタビューの依頼、インタビュー、私のところに来たインタビューの依頼も実は畑桃子さんがやっていたのかもしれない、あるいはその弁護士がやっていたというふうにも考えられます。監督が作成した質問などの翻訳作業、出崎はですね、英語で質問を書いたんですね。で、それを日本語に翻訳したのは、実は途中から畑桃子であった。インタビューアーとして多くの出演者に話を聞いた。映画の構成を考え、映画の構成を考えるのは普通監督がやることですよね。ですから映画の構成まで考えたんですから、やはり同格の制作者って名前を出すのは、やっぱりそういう意味があるんですよ。インタビューを書き起こした一人当たり数十ページのディスクリプトですね、これをひたすら監督と読む。だから私のスクリプトも山本さんのもあるわけですね。で、それをひたすら読んだ。そして否定論者の主張と反論に色分けし、付箋で書き出した。議論の偏りごとに情報を整頓した。大きな模造紙にそれを貼っていった。各登場人物の発言をあたかも論争を交わしているかのように紙面上で整理する。私が映画の構成に関わったのはここまでであると書いています。しかしこれはですね、もうほとんど監督の仕事、いやもっとかもしれませんよ。で、こういうスタッフがですね、で、私も知らないうちにプロデューサーになっていたなんて書いてるわけですから、これは自分が出なくてこう頼まれてやったんじゃなくて、誰かが命令したわけですよ。それは誰でしょう。まあ、ほとんど明らかだと思います。ですから、パンフレットにはですね、この映画の制作者、制作会社として、ノーマンプロダクションズという会社名が書かれています。ノーマン、これはね、彼の名前がノーマンでしょ。で、それをもじってですね、ノーマン、ね、ノーマンプロダクションズと書いてあるんですよ。ですがね、これは本当にノーマンなんですよ。誰もいないんですよ。アメリカに、この会社が、所在地があることになってますが、調べても登記が見つからない。実は、ノーマンプロダクションズではなくてですね、中野プロダクションズだったと私は思います。中野教授が全体を支配して、人員を配置して、そしてしかも日本だけなんだ、
韓国や、ね、国際的な、一つのネットワークの中でこの映画を作らせる。あくまで出先は表の看板だ。もちろん彼自身は見たり来たりやってますよ。だから実質やってないということじゃないんですけど、実は彼だけの力でですね、どうして保守言論会のその人たちの一人一人のですね、特徴や細かい言論の内容などをですね、どうして知ることができるでしょうか。2015年に再び来日したわけですよ。それ以前はそういうような世界のことは知らないわけですから、彼は。それがですね、実に的確に対象に応じた手を打っているわけです。それは綿密な作戦のもとにですね、動いているに違いないんです。ですから、実は、中野プロダクションズだったというのが私の、まあ判断です。それで私どもは、7人、この、侮辱されそして攻撃された7人の共同声明を出しました。映画戦場の上映させてのを求める。で、騙しのテクニックというのをもう少し見てみたいと思います。ほんの1、2の例ですが、反応させない後出しじゃんけん方式と書きました。公式プログラムには、不気味よく反証試合なんて書いてますが、これは全くの嘘です。前半でですね、映画を見た方はご記憶があるかもしれませんが、最初ですね、この制度や反対派のことだけが盛んに出てくるんですよ。あ、この映画はなんかまともな映画かなと一瞬錯覚するような始まり方なんですね。で、これは作戦でですね、最初にこの制度で否定派の、意見をですね、ずっとやっちゃって、その後ですね、じっくりじっくりそれをですね、何回も何回も反応していくと。映画の半分ぐらいまで来たときにはですね、私ですら最初のところで、制度で否定派を何て言ってたのかなというのを全部完全に頭から抜けていってしまっています。ですから本当にですね、狡猾な作りです。で、ですから、不気味よく反論、反証しようなんてしてない。第一、先にですね、私たちの保守派の絵を撮って、でそれを後で、この、制度礼派の人たちにですね、見せて、それを批判させて、絵を作ってるわけです。で、私たちには再反論の機会は全くないわけですね。ですから、これは、本当に、なんて言いますかね、極端に偏った作りです。で、論者の数も18歳8です。ダブルスコア以上の差があります。それからですね、つまんで並ぶと名付けてみましたが、映画の中からですね、ビデオの中から、ある要素だけをですね、つまみ出すわけですね。そしてそれをね、ちょん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 と並べていくわけです。そうするとですね、2つの効果が生まれます。ある場合には刷り込み効果です。さっきのセックスレイブっていうのもですね、ニュースの、アナウンサーが読む言葉をそのことセックスレイブ、セックスレイブっていうふうにですね、を出して、刷り込む効果です。しかしもう一つはですね、同じことを繰り返すと、喋ってる人がバカに見えるんです。これも法則的なんです。だからちょっと条件が変わったことはバカに見えます。それで、この手法を使ってですね、中野浩一の講演をこの手法で編集してみた。どうもやるかというのをこれからご覧いただきます。これはスタートはこの中山の紹介いただきました女子大学の中野浩一です。アフリセッテとリビジョニズムとリビジョニズムの歴史修正主義、英語のリビジョニズムの歴史修正主義の問題があるんですが、歴史修正主義の問題、その歴史修正主義というのはそのヒストリカルリビジョニズム、ではリビジョンというのが同じで、安倍さんの長男の私、リビジョンというのは明らかにつながっているんですけど、その歴史修正主義というのは私から見ればですね、自虐主観に原子を乗り越えようとしている、その
しかし、この公演というのは何でしょうね、これ。レッテル用語をレイプしてるだけですよね。実際そうなんだろうと思いますが、これつまんで並べるとですね、そのことが非常にまあはっきりしますね。ですが、しかしこれは、ご本人からすればですね、その、こういうつまんだのはけしからん、侮辱だというふうに抗議をしたくなるでしょうね。ですが、まさにこの手法をですね、あの、主戦場という映画の中で最大限駆使しているわけです。お分かりでしょうか。で、これからですね、研究姿勢の話をさせていただきます。時間が越してますが、駆け足でいきます。一般社会と学術研究の世界との違いということを、お考えいただきたいということが、今のこれからのお話ですね。一般社会ではですね、もちろん法律に従って、刑法で罰されたり、あるいは民法で不法行為で、訴えられて、まあ、処罰を受けるということはあり得ます。ですが、それはですね、その法律に反しない限りは、大抵のことは許されている社会なんですね。でところが、学術研究の世界では、それだけではない一つの規範が存在するわけです。それが研究倫理というものです。で、なぜ研究倫理が必要かというとですね、それは学術研究の世界では嘘をついてはいけない。例えば、盗作とかですね、それから捏造とか、そういうことがあったら学術研究そのものが存在できませんね。でそれからもう一つ大事なことは、人をですね、傷つけてはいけない。いくら研究のためだからといってですね、人を傷つけるようなことをしたらですね、この大学は真理を探求し、人間の幸福につながるか、社会のために役立つから研究をしている。だからこそ、一般の国民はですね、大学の研究に、まあ、協力を惜しまないわけです。それで大学の研究というのは目立っています。で、その大学の研究はですね、今回の主戦場の映画のようにですね、善意で協力して、インタビューを受けたらですね、なんと映画の中でですね、もうめちゃくちゃの言論認知に遭っていると。こんなことになったらですね、もう大学の研究に協力する人はいなくなりますよ。ですから、大学の学術研究の世界では、一般の刑法、民法よりもですね、そういう法律の上に引っかからなくても、この研究倫理としてですね、処罰される問題があるわけです。例えば、大学の中で不祥事が起こると。それはですね、まあ、その刑事事件にはならない。しかしですね、それは研究者の研究、学術研究の世界ではですね、あってはならないことだから、もっと厳しい基準で、例えば、免職、懲戒、解雇されたり、そういうことが起こるわけです。そういうことによってですね、学術研究の世界が成り立っているわけですね。ですから、この卒業研究だといえば、協力するというのは、そういう前提があるわけですよ。それをまさに利用して、今回の主戦場というですね、悪辣な映画が作られている。で、これが一番許せないわけです。ですから、研究倫理の問題はなぜ問うかといえば、そういう問題があるわけです。ですから、これは一人ですね、上智大学の問題でもなければ、日本の学問研究、学術研究そのものがですね、いわば存亡の危機に立たされているような、そういう問題なんですよ。で、このことをですね、私はぜひ、まあ、訴えたいんです。で、よくですね、まあ、保守系の、人の中にもですね、8人の保守系の論者は、自分たちがですね、騙されたのが悪いんだという、まあ、ことを言う人もいますよね、実際に。で、私はですね、それに対しては、まあ、半分は確かに、悪くございましたと、不注意でしたと。いうふうにお詫びしなければいけないと思います。しかし半分はですね、断固として私は、そうではないということを半分は言いたい。
それはなぜかというと、私たちは登録したわけですよ。でここにいる私や山本さんや、藤木さん3人ともですね、出先からメールが来て、もう喜んでですね、さあいらっしゃいというふうに話しているんではないんですよ。私なんかメールをずっと放っておきました。もう忙しかったってもちろんありますね。お互いに忙しかったと思います。山本さんも返事を出してません、藤木さんもね。そしたらですね、しつこく何回も何回もメールが来るわけです。そしていろいろなことを言ってですね、それでついにはまあ卒業論文だからと言って協力してあげたというのがことの流れです。ですから決してですね、引きとして協力したなと思うので、私もね本当にもううざったくて嫌だったんですけど、まあ仕方ないなと思って協力したんですよ。ですから私はそれは上智大学という名前、学術研究というですね、そのシステムのことが私たちは要するに敬意を払っているから、だから、信用してインタビューを受けた。だからもしですね、そういうことで学生が、勉強のためにインタビューに来たと、それもですね、学生を見ればスパイかもしれないと思えるとかね、人を見れば泥棒と思えるとか、あらゆる場面でですね、日本人がそういう判断しかしなくなったらですね、その社会はもう日本の社会ではありませんよ。そういう日本の社会に なってはいけないんですよ。ですから私は半分は迂闊だったということを認めますけど、半分はむしろ誇らしく思います。そういう日本社会、日本は信頼社会ですよね。で、そういう信頼社会の中でまさにその信頼を利用して、このいわば犯罪的行為を受けたときは、しかしそれを本当に指令したのは中野浩一です。ですから私は、どこまでもですね、その責任を追及する覚悟でおります。上智大学にはとても立派な規定がございます。人を対象とする研究ではですね、見学の精神に基づき、個人の尊厳を重んじ、社会的な妥当な方法で研究を遂行すると謳っています。しかし、見学の精神、カトリック精神に違反してますね。個人の尊厳を踏みにじっています。そして、詐欺によって攻撃のための素材を求めることは、集めることは、社会的に妥当な方法ではありません。これは断じて。研究対象者への事前説明という義務があります。精神的な負担、苦痛、あるいは危険性を伴うことが予定される場合には、事前に説明しなさい。わかりやすい説明なんか皆無でした。なぜならば、精神的苦痛を与えることが研究の目的だったからです。研究者が、この情報収集対象に書面で事前に自由意思に基づく同意を得られる。だから文書にしなきゃいけないんです、同意書。ね、で、宮崎が用意したのは、この同意書、大学が決めた同意書じゃないんですよ。自分の商業映画を作ることがバレたときに、いや、ちゃんとサインしてるじゃないかと言って、対抗するためのその書類を書かせたんですね、サインしちゃったんです。ですから、目的が全然違います。同意書は一切無視しています。錯覚を利用して、閉店にかける方法で、この同意、承諾承認書をですね、無視に取ったということが事実です。だから、こういうですね、閉店にかけて、その詐欺的に詐取した同意書は自由意思に基づくとは言えないと思います。それから研究対象者が同意してもですね、一度同意したら未来をそれに付き合わなきゃいけない、そんなことはありませんよ。理由はの一環を問わず途中で協力をやめたい、研究に参加することをやめたいという時には、これは撤回する権利がある。これも絶対的な権利です。そしてそれに、それをですね、研究者は絶対的に従わなきゃいけません。速やかにその情報やデータを廃棄しなきゃいけないんです。5月30日の共同声明で、出先に対して私どもは上映中止というのを求めました。で、これはつまり、その
素材を廃棄しろということと同じことです。これに対してこれを拒否しました。人を対象とする研究で課される3つの要件があります。1つは誠実な事前説明、2つ目は参加同意書の取得です、3つ目は撤回権の告知と撤回時の研究資料の廃棄、この3つとも踏みにじっています。もう一度整理すると、中本出先の研究生は4つの義務違反からなっております。1つ目、研究着手要件であるはずの臨機審査を受けておりません。2つ目、インフォームドコンセント、これは同意、納得の上で同意するということですね。その手続きを一切履行していません。3つ目、同意書を取得せずに、別の署名を差し、4つ目、同意撤回表明を行ったにもかかわらず研究資料の廃棄を履行しておりません。こういう4つの義務違反からなっております。しかし誠実極まらないのは上智大学の対応です。私どもは4月27日にグローバルスタディーズ研究科にこの入学年度など本当に初歩的なことだけを問い合わせました。しかしこれは回答拒否です。回答拒否の理由はですね、これは本人の承諾書を書面で持ってこいということです。そんなことできるはずがないじゃないですか。だからこれは回答拒否です。で、やむなく6月21日に研究不正の告発窓口としてネットにちゃんと電話番号を書いてあります。そこに電話をしました。そして私は学長副学長研究担当の副学長と面会してこのことをですね、世間に公になる前に大学のトップの人に説明したい、そして善処してもらいたいという思いで、上智大学のために面会したいということを求めたんです。ところがですね、いや連絡がつかない、連絡がついたけどまだ検討中だ、じゃあいつ返事をくれるのか、それは言えない、半年後ですか、1年後ですか、それも言えない、冗談じゃありませんよ。それでこれはもう打ち切りました。そこで8月の28日に内容証明郵便を送りました。通告書、そしてそこにたくさんのことを書いてこの責任を追及しました。そうしたらですね、内容証明を送ったらその途端に学長から返事が来たんです。調査委員会を立ち上げると。ところが調査委員会の5人の名前がありまして、それでその記事することができるってわけですね。で、それで記事しました。5人の人を一生懸命1週間しか期間がなかった。そしたらなんとですね、研究的に運動的に中野浩一ともうごく親しい関係の人とか、5人のうちですね、2人が大学の教授の先生なんです。で、その2人ともがですね、中野浩一と極めて実婚の間柄にある人物なんです。ですからこの2人が禁止しました。で、中野人脈の人物は誰だ。で、これを採用するかどうかはまた大学側の権限になってるんですけど、さすがにこれは折れてきました。それからもう一つ大事なことは、私は出崎と中野の両方を告発したのに出崎の告発として準備したんですね。で、教授の方は無罪放免にしようと。で、これも公表します。そうしたらですね、やっと、委員を差し替えました。それからテーマに、中野浩一の研究生も入れましたということが書いてきました。ところが今度はですね、差し替えて同意書がなったのか今度は実名がないんです。でこれはですね、中野浩一人脈の人は書いて捨てるほどいるんじゃないでしょうか。別の人を出してきたら元の声、何の意味もありませんね。5人の名前出したんですから、変わった人の名前もですね、出さなければ意味がないじゃないですか。そうやって今異議申し立てを、再度異議申し立てをしています。で、こちらもですね、こちらが言われたように1週間7日後以内に回答をくれと言ったんですね。で、それを提出したのが10月1日でした。で、7日後ですから10月8日が期限です。そしたら8日に手紙が来ました、学長の。開封してみたらですね、
もっと慎重に検討したいからしばらく待ってくれという内容で、今まで待ってるんですが、まだ何の音沙汰もありません。それで、ケント・ギルバートさんと、昨日ですが、ちょっと相談しまして、11月に入ったら、みんなで学長のところに会いに行きましょう。そういうことを相談しております。もう時間ですから、次々とやっていきますが、撤回状というのをですね、市民全員が出しました。それから、市民の枠から外れていた杉田明さんも撤回書は出したいということで、独自の書式を工夫してお出しになるということを聞いています。ですから、天才の卒業制作も、もちろん映画もですね、その存在関係を失います。研究協力者がですね、もう参加しないということを撤回したんですから、あれは作品の根拠を失います。で、まあ、これがですね、まず出先に要求して、それが通らないときには、指導教授の中野浩一に当然行くわけですね。で、それが通らないときには、上智大学の責任になって、それが通らないときには、文部大臣の責任になる。で、そういうふうに責任がせり上がってきます。で、今、この上智大学と今、盛んにやり合っているという、まあ、状態でございます。上智大学が3つのことにまだ回答しておりません。これから回答を求めていきます。終わりです。ありがとうございました。藤岡先生、ありがとうございました。それではここで次に、引き続き行われます居心地討論会の準備のため、5分間の休憩を取らせていただきます。生放送はこのままちょっと引き続き流してしまおうと思いますので、皆さんちょっとその間トイレ休憩なり水分補給なりなさってください。よろしくお願いします。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。私勝手に途中で抜けてね、トイレ休憩とか自由に行ってるんで大丈夫です。でも今ちょっとね、混んでると思うからね、始まったら行ってこようかなと思ってます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ。そう、カメラ担当です。すいません、今日スマホで撮ってるんで音ちょっと拾いにくいと思うんですけど、イヤホンでちょっと私聞いてみたら、イヤホンだったらまあ聞けるかなっていう感じなので、皆さんできればイヤホン推奨でよろしくお願いいたします。はい、どうもどうも、お疲れ様です。ありがとうございます。そう、舞台裏です。はい、そうそう、皆さんしばしば歓談タイムでございます。はい、で一応ね、今日のねワールドエイジサテライトは一応やる方向で検討しておりまして、ただ熊谷にね戻ってくるのが多分時間的に無理なので、まあちょっと車の中でやっちゃおうかみたいな話にはなってるんですね。あ、ジャコちゃんは今日はお家でお留守番です。今日はね、うちのお母ちゃんがね一日こう予定空けといてくれたんで、子守をしてくださるということで、ジャコちゃんはお家に置いてきました。何エロいってもう私ね、もうジャコちゃんと離れてね、もう8時間ぐらい経つかもしれないけど、もうすでにジャコちゃんロスですね。ジャコロス入ってます。はい、早く家に帰ってジャコとモフモフしたいです。そう、ちょっと熊谷に戻ってくるにはちょっとまだ
車そうそう車の中でねやろうかっていう風な話なので、移動中っていうか、まあどっか止めるんだか知りませんけど、はい、あるいはなんだろうね、まあその場ですよ。蓮見さん、この間大阪の大東でキリスト系保守の話がありました。え、なんだろう、キリスト系保守って。天気はね、あのこっち今都内ですけれども、あの小雨ですね、大丈夫です。家の方はね、あんまりね、その雨被害、洪水被害ない地域なので大丈夫だと思います。特に電話連絡入ってないので、ちょっとね土地がね高いところに住んでるんで、うちは大丈夫だと思います。ただあのやっぱ川の近くに住んでる人なんかはね、十分注意してほしいなと思います。はい、あーもうジャコちゃんあれかね、年殺すしてるかね、年殺すってねえだろうな、してるかな、どうだろうな、畜生だからな、どうせ。そう、千葉がね大変そうでね、あの千葉の方もしいらっしゃったら本当にお大事にしてください。あ、車だとね、そうね、うちのね、しゅんさん腰がやばいからね、あの人ね。でも最近あんまり腰が言わなくなってきて、だからどっちかっていうと眠いとか言ってるけど、うん、あの電話来ました。はい、ありがとうございます。まあ、無理はしないように、無理したらね何もならないんでね。愛知県庁の話、いやもしあの話せる枠があれば話したいと思います。本当むっちゃ腹立ちますから、本当にね。プロジェクトちょっと前に出しますよ。はい、あ、そうですね、人物にかかっちゃいますね。俺も中野ってやるのやったね、こんな名前で、まあ、よくある名前だからしょうがないんだけどさ。いやいや違います、同じ名前。あ、ちょっと待って。はいはいはい、あのね、あなたにね出てたんですよ、8月の6月に出てました。今日持ってきたんですよ、それお見せしようと思って。どなたか、何言ってるの。いや、だから花田にね、いい加減はお腹が空きました。お腹空いた、朝雑炊食べたっきりね。あ、雑炊は本当に2時間ぐらいでお腹空くかんね、マジで。一応ね、腹持ちいいようにお餅入れたお雑炊にしたんですけど、無理でした。で、途中であの唐揚げ、あのコンビニで唐揚げ5個入りのやつ買って食べたんですけど、もうね、ここの会場着いた途端お腹空きましたね。もう無理です、限界です。花田にね、出てますよ。一番新しいの。いや、ね、8月の9月の。で、それでね、なんかまともな顔して、真面目そうに、なんか顔してね、来たんですって。それ、すっかり騙されちゃったと。そうそうそう。一応ね、そう雑炊にもお餅入れるの美味しいよね。あの量も増えるし、少しは腹持ちが違うんじゃないかなみたいな感じで、うん。じゃこちゃんもママロス、いや私ね、ママじゃないの、じゃこちゃんのウバなの、ウバロス。私あのじゃこ産んだ覚えないから。ああいう変な、じゃこの世話はしてるけど、じゃこを産んだ覚えはありません。まだ私のあの戸籍というか経歴は綺麗なままですよ。あ、はいはいはい、バッチリですかね。いい感じですかね、うん、多分いい感じだと思います。そうそう、生みの親より育ての親ですよ。ありがとう、伊崎さん2000円ラーメンでも食ってくれと。よし、帰りラーメン食べたいよ。でもさ、あのさ、しゅんさんとさ、ラーメンの趣味が合わないんだよね、ここだけの話。ラーメン食べに行こうかとか言って、あ、はいとか言って行くと、毎回ラーメンの趣味が合わないんだよね。あれどうにかならないかなって毎回思うんだけどね。これ
気持ちですかね。実は見つけて見つけっていう名刺もあって、私はね、あのね、何ラーメンが好きですか。私はね、豚骨系の醤油ラーメンが好きなんですよ。だけど、しゅんさんは普通のこのシンプルな豚骨ラーメンが好きで、そう、私ね、二郎系好きだね、二郎系。そう、あのね、孫氏ともね、ラーメンの趣味が合わないんだよね。でもね、私ね、孫氏のラーメンの趣味の方が近い、まだまだ近い、まだね、孫氏との方がラーメン安心して食べに行けるんだけど、孫氏はね、ラーメンのセレクトをね、外すんだよ、いつも。なんかあの人がね、ここ美味しいですよとか言って、あの連れてくラーメンがなんかいつもいまいちで、藤井さんはあんま美味しくないねここって言っても、いや今日はオペレーションが悪いとか言い出して、なんか絶対認めないんだよね、自分がこうしくったことをね。絶対彼は認めません。はい、9月号に売れてたんですよ、この続編が。さて、じゃあビデオカメラもそろそろ起動して、オペレーションが悪いとか言うんですよ。つまり湯切りとかさ、あの茹で加減とか湯切りとかのさ話でしょ。それってさ、ラーメンのさ、その味っていうの、それも含めてラーメンがうまいかまずいかを判断するんじゃないのって私は思うんだけどね。韓国なんじゃないの。ああ、だってヤムだから。中野小一だ。中野小一です。オペじゃない、オペレーション、オペレーション、はい、要はさ、その的確な時間でさ茹で上げて、じゃちゃんとこの湯切りしてとかね、そういうことでしょ、オペレーションって。そろそろ始まります。はい、日本人のふりしてるんだけど、実はそろそろ始まりますんで、はい、頑張ります。はい、憲法で調べる人いると。ちょっとカメラパシャパシャに行ってくるんで、あのしばらく消えます。はい、皆さんごゆっくり。それではただいまよりリモコジ討論会を開催させていただきます。リモコジとは、二宮尊徳王が実践された極めて民主的な意見集約の方法です。本日は藤岡信和先生、名越子アクションの山本由美子代表、テキサス親父日本事務局の藤木俊一事務局長にリモコジ討論会に参加していただきます。司会を日本は二宮金次郎の会原口美穂会長にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。今の会長ありがとうございます。皆さんこんばんは。二宮報徳連合日本は二宮金次郎の会会長の原口美穂と申します。本日は芋こじ討論会の司会進行を務めさせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日は詐欺映画主戦場で不当にも傑作裁判後出しじゃんけんの被害者であった諸先生にご登壇をいただこうと企画しました。それではこれより恒例の居心地討論会を始めさせていただきます。実は先日私もこの映画主戦場を見てまいりました。映画はいわゆる慰安婦イコール制度礼節を
肯定する側と否定する側の双方の見解を提示するディベートスタイルのものであるかのように装っていますが、否定側の我々の意見を紹介した上で一方的に反駁を加え、我々には反論の機会を与えない結論ありきのプロパガンダ映画でした。藤木さんはこの映画を4月4日に日本外国特派員協会で行われた上映会で初めてご覧になられたそうですね。外国人記者たちの反応はどうでしたか？すいません、テキサス人形の時です。はい、ありがとうございます。4月6日ですね、高橋志郎教授と一緒に、FCCJ に見に行ったんですけども、その時に、100人ぐらい観客がいたんですね。で半分は白人でした。で、あと半分は日本人というぐらいの構成でしたね。そして我々が打席にインタビューされていて、それに対して反論するという、スタイルですので、我々からは反論し返せないんですね。で、完全にその言葉を認知というかね、そういう形で我々が悪者として、登場しているわけです。そしてその悪者が、全のね、マリーナの人に対峙されていると。で、対峙されてそこで大きな拍手が湧き起こるんですね。それとか、笑う笑いとかですね、こちらバカじゃないかという形でね、紹介されているという状況でした。それで、あとはそのテンプル大学とかですね、半日の大学がありますけども、そこの教授、学生たちも来ていました。で、いろんな風に進まれた記者会見でしたけど、その記者会見の中で、まず、2時間2分の映画、主戦場が上映されて、そこから今度は江崎さんの監督のね、記者会見でしたけど、その記者会見の内容で非常にいろんなことが分かったんですね。まずそのインタビューの順番が我々のこのインタビューを先にして、その中からね、一部をつまんで、そして、それに対して、総合理由を加えるというような作りだということが分かりました。その他にもいろいろ分かったんですけど、ちょっと今日時間がないんで、ご紹介できませんけども、はい、ありがとうございます。今回私は主戦場を見た上で、女たちの戦争と平和資料館アクティブミュージアムワームを訪れ、映画にも登場した渡辺美奈さんにお会いしてきました。性奴隷という表現、お会いし性奴隷という表現について質問しました。アポなしの突撃訪問でしたが、渡辺美奈さんはなぜヤングは性奴隷だと言って日本だけを貶めるのかという私の質問に対して、性奴隷という表現は世界中で使われていると総表現してきました。山本さんが代表されているナデシコアクションでは、慰安婦は性奴隷ではないと女性の立場で主張されてきましたね。この点どのようにお考えですか？はい、私本当は西早稲田のワームに行かなきゃいけないんですけど、遠慮してまだ行ってないんですね。でも渡辺美奈さんとは日本国内ではお会いしたことないんですけれども、日本の外に行くとお会いするんですよ。ジュネーブとニューヨークで。で、ニューヨークで、お会いするっていうか、お互いに、いるなっていう感じですね。で、なんでそこで会うかっていうと、ワムは、松井やよりの、朝日新聞にいらした松井やより、女性専門法廷に専念した。松井やよりさんの意思を継いでワムを設立して、で、それで世界に慰安婦性奴隷を持っていくことに、非常に熱心にやってらして、しかもそれは成功してるんですよ。だから国際社会では慰安婦が性奴隷ですってなってますっておっしゃった。それは彼女たちがそういうふうに作ったんですね。すごいですよね。なかなかそれを今我々は覆しそうとしてるわけですけど、なかなかそうはいかない。で、ですけどね、この映画にも渡辺さん出て、その性奴隷について話してるんですけれども、実はね、彼女らが日本軍が ものすごい虐待をしてね、クマラスラの報告に書いてあるような聞いてきたんだっていうのはなかったことは私知ってるんだと思うんですよ。正直そういうね、オカルト的な残虐なことは。で、今彼女らが言ってるのは、いや、性奴隷的にかわいそうだったなと、
なんだと思うんですよ。だから正式な奴隷の定義には当てはまらないんですよ。それは日本政府もはっきり国際会議の場で言ってますから。でそこは我々ね、女性としてこういう辛い境遇でどうしても売春せざるを得なかったと、今日明日食べるための親のためにそういうことをした人たちは大変だっただろうなというのは同じ共通 の意識だと思うんですよね。ただそれをね、あえて国際社会の国際会議の場であらゆるところに意見書を送って日本軍制度衛生とずっと送り続けて、それを委員に働き続けて、それが実ったのが今なんですね。だからそのなんか努力はすごいなと思いますけれども、まあ、それをわざわざやるのかと、何のためにと、じゃあ違うんですよ本当のところはって、今一生懸命なディスカクションとかその他の部分で言ってるんですけど、でも私ニューヨークタイムズ の日本の支局が最近主戦場の映画のについての記事を出しました、ニューヨークタイムズに。でそこにも書いてあるんですが、結局ねこの映画のいいとこは知りますね、20万証明してないんですよ、性奴隷も証明してないんですよ、強制連行も証明してないんですよ。あれだけ18人じゃないの、学者、日本の学者、いわゆる慰安婦問題についての吉見義明とか氏とか出てるにかかわらず、ニューヨークタイムズのリッチ元子支局長言ってたんです、あの映画20万証明できてなかったんですよねと。あ、この人が見てもそう思ったのかと思ったんですね。ですからいい点だけを言いますと、よく話を聞いてみると、言われる左派の学者はどれも証明できてないんです。ちょっと映画のいいところを思いますけれども、ただその制度で広めたのです。それは長年の努力ですね。ありがとうございます。先ほど藤岡先生からこの映画はいかにされてきた倫理違反かの詳細なご報告をいただきました。藤木さんから加えること、また最新の動きがありましたら教えていただけますか。はい、何てかあるんですけども、まず1点目はですね、10月4日にですね、出崎とまた配給会社の東風、そして東風の代表の、木下氏をですね、刑事告訴いたしました。そして、その刑事告訴は受理されました。で、今さまざまなそれに関わる証拠を出しております。それとあと藤岡先生の話の中でもですね、ネタマ先生というのが出てきましたけども、これやっぱり、このネタマ先生というのを出した後に、いろんなその攻撃が学校に来たということを本人が記者会見の中で言ってたんですね。で攻撃が来て、その攻撃が学校に及んだりとかしたので、それがちょうど朝日新聞のね、捏造記事を書いたという、上村隆さんですね、この方と自分がダブったというような趣旨のことを言ってたんですね。で上村隆さんはその北海道の大学に対してね、職場の大学に対して攻撃が来て、まあ、ダッシュブリーなかったと。で、自分もそれと同じだというようなことを、まあ、本人が言ってました。それとですね、もう一つは、まあ、本人がアメリカで、ね、人種差別をされている経験をしていると。これが面白いんですけども、アメリカとかオーストラリアに住んでいる日本人が、まず映画を作った人が何人かいるの知ってるんですけども、まず真っ先に、ね、自分が人種差別されたって言うんですよね。それの、が一つあって、でだけども日本人よりもアメリカ人の方が上なんだ、格が上なんだというところも本人の中にあるっぽいんですね。どうもいろんな話をまとめてみると、そうすることによってその自分のアイデンティティをね、一生懸命探してるんですね。出崎氏自身がアメリカに行けば、差別される、しかし日本に行ったら英語喋って日本人の、ね、からの上から目線でお話ができるというようなね、ところで、まあ、自分がどっちに属しているんだというのは本人多分よく分かってないんだというふうに思うんですね。それとあと FCC 税の先ほどの記者会見の後にですね、我々は、FCC 税に私たちにも記者会見をさせてくれということで、お願いしたんですよ。そしたらですね、初めはいろんなやり取りがあった中で野口先生のところでやり取りしていただいたんですけども、そこで向こうから条件が出てきたんですね。
これならやっていいよと。で、我々では我々が一方的な記者会見をさせてくれということを申し込んだんですけども、結局彼らは、相手側の吉見義明、それから先ほど出てきた、中野教授、この2人で、こちら側から加瀬先生と桜井義子さんと、この4人だったら記者会見を開いていいよと、こういうことだったんですね。ですから、とてもね、FCC でもある意味、ウルになって、日本叩きをやっている、これも前からそうなんですけどね。あとは承諾書の中に、ね、公開販売対応というのがありましたけども、これを先ほど藤岡先生がおっしゃったように、学術目的からかけ離れたところで動いているので、私がこの、合意書というのにサインしたのは、合意書を作ったのはもともとは3種類合意書が、合意書というその PR 書があったんですね。1つ目は出先が出していたもの、2つ目は私が作って出先に送ったもの、3つ目が最初にサインしたもの、この3つがあるんですけども、その私が出先に対して送ったものはどういうことかというと、この内容が切り取りになった場合、もしくは私の意図することと違うように使われていた場合は差し止めをすることができるということを1個入れたんですね。しかしこれはもう困ると、これをやられてしまったら、例えば私の出てる部分だけカットすると全体全部作り直さなきゃならないということで、それは勘弁してくれということだったので、じゃあ私に先にできたものを見せると、そして見せたもので、その私の意図すること ところと違う使われ方をしていた場合はクレジット欄に私が書きたいことを全部書いていいと、こういう約束だったんです。これは名簿の中にもありますし、合意書の中にもそういうふうに書いてあるんですね。しかし、2年後いきなりメールが送られてきて、プサンの映画祭で効果を出しますと、見たかったらプサンに声をかけたんですよ。プサンなんか行くわけないんだから、そもそもね、その映画にね。それでもう一つはね、私が、おめでとうというメールを入れたのを式に書いて言ってるんですね。これは日本人の大人として、先ほど藤岡先生もおっしゃいましたけどね、学問に協力するということで、ある学生がね、自分のその目標を立てて、その目標に、達成したということで、おめでとうという言葉をメールで入れました。しかしその下にですね、あなたは私たちが約束したことを覚えてますよねということを書いてるんですね。だけどそれは一切こう隠して。ということはどういうことかというと、映画そのものと全く同じことがここでも起きてるということなんですよ。一部の切り取りだけをして、ほら見ろ、藤木が喜んで出たんだ、こうやってありがとうって言ってる、おめでとうって言ってる。だけど実際のことはその下にちゃんと必要なことが書いてあるけど、まあ、それを隠していると。まあ、そういうような状況になります。はい。ありがとうございます。今回の研究不正事件の舞台となった上智大学ですが、山本さんは卒業生でいらっしゃいますね。はい。卒業生なんですけれどもね、先ほど加瀬先生からそこ公演にしてしまえって言われてしまったんですけど、私はやっぱり自分卒業したとかそのままあってほしいので、上智大学には今、我々その倫理規定のことで、いろいろ申し入れているので、きちんと対応してほしいと思ってます。上智大学はいい大学ですよ。かわいい大学がいっぱいいるんですよ、上智大学は。私の時から。それで、そこにね、いる朝日新聞の北野記者さんがニュースにしてくださってて、私初めて知ったんですけど、慰安婦問題を扱った映画、川崎市共催の映画祭で上映中止に行って、27日に行われる予定だった川崎の新百合映画祭っていうところで、この終戦場が上映される予定だったけれども、まあ、裁判があるので中止になりましたというニュースがあったんですけれども、まあ、これは裁判中だけですから、そういう問題のある映画をやりましょうということだったと思うんですけど、これね、やっぱり大学で倫理的に問題がある、研究的に問題がある映画は大学でも私はもう上映してほしくないですね。またはこの倫理規定を守る時の注意事項としてサンプル的に上映するというのはあっていいと思うんですけれども、で前提のアメリカ 15大学で、全米映画上映ツアーを最近終えました。15の大学で、映画上映しています。主戦場上映しています。で今度この川崎の映画祭が中止になった代わりに、同じ新百合ヶ丘というところである日本映画大学というところで11月4日上映するそうなんですけれども、まあ、これも私は本当にやめていただきたいと。あの映画が上映されるするたびに桜井よしこさん先生は美しいからいいですけど、私の顔までアップになってしまって本当に申し訳ないと。しかもリビジョニストとレーシストとそういう名前付けもされていると。
上智大学にはこれから真摯に対応していただきたいと思っています。ありがとうございます。上智先生いかがでしょうか。これまでのお話に付け加えていただけることがあればお願いいたします。周りから生きてます。はい、今日は研究員の話でしたが、その話をもう少し聞くとしたいんですけども、上智大学の回答が遅れているのは、もちろん引き伸ばしてごまかしているのですけれども、一つの見方はですね、こういうことがあるかもしれないです。上智大学の教授会構成メンバー、教授、准教授、助教ですけど、この人たち全員に今回の事件の資料6000ほどの資料を全員に郵送しました。合計491件です。中野浩一を除いて491人に送りまして、一人の方はもう退職したというので戻ってきました。ですから合計490人に教授会メンバー全員に資料が渡っています。そうすると、中野人脈の人物を選ぶことはできない。また聞きたい。しかし、じゃあ代わりに中立的なまともな人が選べるかというと、比喩的系というかいないかもしれません。で、返事が、返事をしたくてもできないという事情があるのかもしれない。これは合理的な見方で、またお人よしというふうになじられるかもしれませんが、私はそういう可能性もあると思います。でそのこと自体は深刻だということになると思います。でどうしてこの学長をはじめですね、大学のこの管理者がちゃんとした見識を持てないのか、これはですね、グローバルスタディーズ研究科というところが他の研究家と比べてですね、圧倒的に学生の数が多いんです。で主に留学生ですけどね、他の学科は、15人とか20人とか30人、その方なんですけど、グローバルスタディーズ研究家はですね、100人近い学生がいます。ですから上智大学はそういう、グローバルスタディーズというとですね、なんか最もらしい響きがあるわけですね。そういうイメージ産業のようなものです。でそれで、おそらく学長とのですね、学長の経営方針とも合致してるんでしょう。でそういうこの中心にいるのが中野浩一ですね。ですから、大学側が中野浩一をちゃんと処分する決断ができない。しかしこういうですね、本当に考えられないような人物、こういう詐欺映画をですね、作って指令を出して動いて、そういう人物がですね、伝と居座って、いまだにですね、平気な顔して、あのような講演をしているわけです。ですから、私はですね、私たちが戦っているのは、決して上智大学を潰すためではなくて、上智大学を生かすためにですね、本当に立ち直ってほしいと。かつて尊敬していた上智大学はですね、本当に山本さんが願うように立派な大学に呼び返るために私たちは援助しているんだというふうに私は考えています。そして上智大学にはこの教授陣の他にですね、そこで研究している大学院生とか学生がいます。私の見るところでは大学院生や学生の方が教授陣よりもかなり立派です何人かの人、私もこの間知り合いになった人もいるんですけども、ある学生の方からですね、こういうこの、話をいただきました。今学期ですね、その談話分析、ディスコースアナリシスというふうに呼んだと思いますが、この授業を一周していってですね、でインタビューの調査の時にですね、インタビューの対象者を論理的に正しく、倫理的に正しく扱わなければならないと
インタビューが完了し、論文を半ば書きかけている時点であっても、対象者から自分のデータを使ってほしくないと、リクエストされたら、それに従わなければならないと、担当教授が強調していました。これも全く当然のことでですね、私もあの教育学部に長くおりましたので、必ずあの臨床心理学の、ね、先生方が同僚でおりました。で臨床心理学の先生はですね、そのケースの話をこれからしますということですね。ケースの話というのは具体的なその患者さんの、ね、お話、具体的な話です。でケースの話をしますというときには、出前を正して、で聴衆にもですね、きちっとした、精査するようにですね、要求するんです。でそのぐらいですね、そういう研究に協力してくれてる、そういう患者さんのですね、人たちの、ことを決してその粗末にしてはいけない、研究のために利用するという観点に立ってはいけないというですね、そのことを本当に強くね、教育してます。ですから、そういうものなんですよ。そういう倫理観がない人間はですね、学問をする資格がありません。私は、ですから今、上智大学にいろんなことを要求しているのはですね、上智大学がちゃんと蘇るための手助けをしているんだ、そのように考えています。以上です。本日お二方都合により、本日この場に間違えなかった方がいらっしゃいます。ケイト・ニューバートさんとテキサス・オイルズことトニー・マラードさんです。お二方はビデオで皆様にメッセージをお伝えしたいとのことです。まずはじめに、ケント・ニューバートさんです。皆様、大きな拍手をお願いします。この施設の問題について少し軽く語らせてください。私はまず出崎さんから連絡があって、学術研究のためのプロジェクト、これも私が、大学に出るためのプロジェクトが、まあ、いわゆる卒業論文に変わるものだということで、協力してほしい。なぜかというと、あなたがよく分かっている慰安婦問題についての、まあ、コメントをいただきたいと。でそれで、まあ、私は所属して大学まで足を運んで、その中で、撮影をして、撮影をされました。で、その時に、撮影の中では言ってませんけれども、その前後にはね、慰安婦問題って、すごく偏った情報が、流れてるわけだから、ここで両側の情報を交互に、公平に出してみて、ちゃんとした、なんて言うんでしょう、公平な作品になるんだねと、で彼はそういうのを作りたいって、そういうことをおっしゃったわけですよね。それで僕はそれに安心して、インタビューに臨みましたが、非常に警戒はしたんですよ。こういう時にあまり長々と喋っちゃうと、それが盗み食いで、一部だけ使って変な使い方をするもんですから、自分のコメントをできる限り客観的な、しかも簡潔なものにしたんですね。ですから映画を見ると僕のコメントは非常に簡潔で、結論だけ言ってるということなんですね。まあ、そういう意味では少し助かったんですが、そのコメントの前にはダーッと歴史主席主義者だみたいな、その過激な映像になったり、でしかも私がそうやって淡々と言った後では、もう訳も分かんない、学者が出てきて永遠と訳もないこれまで言ってるわけです。私のコメントは本当に20秒も30秒もかかってないと思うんですけども、それに対して何十分も、何人かがそれぞれ何十分も、反対意見を述べてるわけですよ。これのどこが公平な、ドキュメンタリーなんでしょうか。だから明らかに、まあ、僕が騙されたというでしょうかね。これね、
この件に関しては結構ね、権威のある人たちなわけなんですよ。でその扱い全くしないで、僕平気でそれを、こういう扱いをするわけですからね。江崎さんの頭の中がね、全くダメです。彼はね、誰と話してるのかさっぱり分からないわけですよ。本来ならね、これ商業用の映画にするんだったらね、タイではやりませんし、まずはね、企画書を全部見せてもらってから出ないと言って出なかったでしょうし、タイでは出ません。当然のことながら、いくら卒業論文であったとはいえ。でもその話に全くありませんでしたし、まあ、彼を信頼したのかな。で、その一部、なんで彼を信頼したかというと、紳士的だったんでね、それと、女子大という大学の中でも撮影したわけですから、大学の卒業論文のためのものだと思うでしょう、それは。それの教室の中でやるわけですからね。あとは、そうですね、このようなことを、そういう意味なんですね。彼は本当にマレスの取れたものを取りたいんだと繰り返して言ってましたからね。ない意味です。ちょっと反省点があるとすれば、彼の名前をインターネットで検索するようになったんですよ。とんでもない Facebook の投稿があったりしたんで、それを知っていたから、これ色気がいい人物であるということは分かったはずなんですけども、女子大にあるのと態度ということで、そんな悪いことはしないだろうと、これはいわゆる僕がよく言うんですけど、性善説だったので、だから性善説になった方がいい本も書いてないですから、そういうこと言ってるわけだから反省してます。だけれども私の反省する点があるとしても、彼がやったことは罪なんですよ。で、これは、あれですね、刑事責任もあるかと思いますし、民事訴訟を今起こしてますけれども、それで損害賠償を取りたいですし、で何よりもその映画の背景をやめてほしい。一人で見せてるっていうのはおかしい。で、映画自体は、もう中を読んでみると分かるんですけど、全然ダメなんですね。要は、慰安婦問題についてのはずだったのに、いつの間に、何ですか、日本の再分配だの、憲法改正だの、それから陰謀論が最後出てきちゃって、なんかこれ、映画としてもね、成り立ってないなと、そういう気がしましたんでね。とにかくね、これダメです、この映画は。ダメです。これの配給をまず止めなければならない。そのために頑張ります。皆さんも協力、ご協力お願いします。続きまして、テキサス・オーエスこと、トニー・バラードさんからのメッセージです。皆様、大きな拍手をお願いいたします。I do not want to be a show, so Colonel Shun-san plays the Japanese transcriptions on these videos. And what I would like to talk about in this description is that fake imagery by Miki Kazai, Norman, his real name. Now, Norman comes across as a rose, very nice, very endearing personality at first. However, just like a rose, when you get close, you get stung by one of the storms. And that's what happened to us. We were deceived by this gentleman. We knew of his past, which is out of question, but we figured out whether it allowed an opportunity to tell the correct version of the story, the couple woman issue, would be able to get it across in his fake documentary. Because he assured us that the tone of the fake documentary would be neutral, allowing the viewer for themselves to decide which side was in touch with reality. But in essence, that's not what he did. In news conferences and in the fake documentary itself, he refers to us as revisions.
Now, they're trying to say revisionist is not necessarily a negative word, but he also refers to us as deniers, historical deniers. No matter what you call that, that's a negative term. Now, he reserved the term revisionist and deniers for us conservatives promoting our version of the comfort woman issue, whereas those coming from the peninsula on the west side of the sea in Japan, no adjectives were reserved for them. No negative comments were reserved for them. Just for us. See? That's being neutral. Neutral? Well, according to Miki Nozaki, the laws of a lot of thorns, that was being neutral. Viewers are led to believe, via the fake commentary and subsequent interviews, that we're denying the comfort woman's story. No. We don't deny the comfort women's existed. Of course they existed. It's how they got there. That's where the controversy takes place. That's where the separation takes place. We have the documentation, they do not. However, he has this fake documentary. We have an actual documentaries coming from the National Archives in Washington. And a couple of women mafia in South Korea is rather deceptive also. They took some film from the National Archives outside of Washington, D.C. that was created by the United States Army Signal Corps during the Second World War in China. And one such film shows ladies coming out of some sort of a house or a hut by Chinese troops. And the narrator from Seoul, South Korea, look at the horrified faces. These are comfort women. Yeah! And yes, of course they had horrified faces. Because they were a Korean comfort woman, they were Chinese comfort women collaborating with the Imperial Japanese armies so the Chinese soldiers, did they rescue them? No. Took them as prisoners of war. That's why the horrified look. The documentation was there, but the people from Seoul University in South Korea decided to remove it from the National Archives and promote their propaganda. And we should did it with another film from the National Archives showing dead bodies in the open ditch. And they claimed there was a couple of women in that ditch, new couple of women bodies that the Japanese killed. Wrong again. According to the documentation from the National Archives, those new dead bodies in the ditch were Japanese soldiers with a lot of Chinese soldiers circling around, picking the bodies wherever they could move from them. They were not any woman or comfort woman, but the truth has no place on that peninsula in reference to the comfort woman story. Now Mr. Nozaki, or as you say, Norman, he's in South Korea and he's interviewed on the YouTube channel conducted by two Germans. Two Germans in South Korea were Mr. Nozaki, Japanese heritage, born in the United States. The three that in South Korea are what? Foreigners. So what are they lamenting there? They're criticizing foreigners getting involved in this issue. Me! I'm a foreigner. I didn't get involved in the issue, so I'm going to be criticized for that. However, these three foreigners in South Korea involved in it, no criticism at all. Their foreigners are okay, other foreigners are no good. Now, in this fake entry, he interviews a former mayor of Glendale, California, where the comfort woman statue exists. And you know what the mayor said? He said, I didn't take any money. I didn't take any money from Koreans and Chinese to allow that hunger jump in our park. Hello? What, is he going to admit it? Is he going to say, yeah, they paid me off. They gave me a whole bunch of money. Yeah, he's an honest man. So says Norman Nozaki. I didn't take any money. Like he's going to say that. Now, what can we expect from Mr. Nozaki? What can Norman do the next time? Because he already now has this fake documentary, basically, bashing Japan and at the end, the United States also. So what other historical event involving Japan is he going to twist in his favor to gain popularity from people outside of Japan? Is he going to redo what happened in Nanking in 1937? Is that his next topic? But currently right now, as I'm making this video, and as you're probably watching this video, he took this documentary to 16 universities throughout the United States. And admission was free for the students. What's so hideous about that? These universities are hotbeds of liberalism in the United States. These universities are producing the next generation, the next leaders in industry, business, the news media, and in government. So their minds are being poisoned now
impression of Nihon of Japan, and that's all thanks to who? Norman Tezaki. The damage he is doing in the United States in the 60 universities is greater than those comfortable with Humphrey Jump statues between the places in the United States, because where they are placed in the United States are really obscure places. But this video being shown in universities with the next leaders coming out in these United States. If you see Norman in Japan, do not get upset with him. Do not engage in any negative verbalization with him. Just ignore him. Have nothing to do with it. Do a Colonel Shinsan who took the New York Times. They don't want anything to do with it. And he said, thank God about it. Because he didn't trust him. And he was right for doing that. All right, folks. Back to you once again. We'll see you. God bless you. God bless America. God bless the nation you happen to be. And God bless our good friends and trusted allies in the land of the island, sir. Nihonkoku, Japan. And please, good folks, urge people that this is a fake documentary. It's one-sided with one goal in mind, to blemish the image of Japan. It's very dishonorable and shameful. See ya.今のね、フェイクメンタリーの話が面白かったですね。本当にトニーさんは才能があると思いますね。で、出崎も非常に才能がある人なんですよ。詐欺師の才能があるね。これはね、今左翼リベラル系の人たちの英雄になってるんですけど、それはね、波の日本人では到底あそこまで平然と嘘をつけないというですね、そういう教団なんですね。で、だから素晴らしい人だと、出崎さんは大人気ですね。スターになっています。で、ケイトさんのようにアメリカ生まれのアメリカ人であっても日本社会に長く住むと日本人よりも性善説になる人もいます。しかし純粋に日本人の血統を受けてもアメリカ社会でちょっとねじ曲がったかどうかそれは分かりませんが、アメリカ社会で、育って出崎のような立派な詐欺の能力を身につけた日本人もいる。すごいね。そういうことだと思うんですね。ですから、人間はその環境の中での存在というのが非常に大きい基準をしているということを改めて思いますけれども、しかしそれにしてもですね、どうしてこういうフェイクメンタリーをドキュメンタリーとフェイクを合成語ですからね、フェイクメンタリーをですね、こういう手段でしか反論の映画を作れないか、直接の論争は絶対避けるんです、彼らは。偉そうにですね、中で歴史家って言ってるんですけど、そういう資料の解釈が間違ってると思いますと言っていたんですね。吉見義明はですね、大阪の茨木市というところで、私どもの会と、吉見の岸さんの会とかですね、同じ時間帯に黙ったんですね。どうせならば一緒にですね、面と向かって討論会やりましょうって呼びかけたんです、私はね。そしたらですね、もう逃げまくって絶対出てこないんですよ。で、他のなんか集会の時もですね、会場の方から吉見先生今度論争しましょうって逃げまくって、そう投資してる、逃げまくるしかないんですよ、吉見さんは。で、そうしたらですね、逃げまくってるくせに私が論争から逃げたって宣伝してるんですよ。本当に卑劣ですね。それでね、どうしてそういうふうにしかできないかというとね、もう論理的にも実証的にも完全に敗北してるからなの、本当は。しかし論理で敗北しても宣伝でですね、勝利を占めることができるわけです。ですからこれからまさにアメリカを主戦場としてですね、嘘をなくし出し、アメリカ人をもう一度洗脳しようとするでしょう。で、その時にですね、映画を見た方はですね、日本では完全に相手にされなくなった証言者が2人いるんです。1人は、言うまでもなく、吉田誠二。吉田誠二が映画に登場している意味は分かりますか？日本人向けの映画ならば、絶対それは映画の価値をね、ゼロにするから出さないはず。あれ、アメリカでやれば、アメリカ人は吉田誠二のこと知らないから。映画の中で吉田誠二は本当に見事な演技をしています。
あのそれは、まあ、暴露される前の演技ですね。で、1億人ほとんどあれにあのやられちゃったんですね。さっき早口さんがおっしゃった通りです。それでね、ですから、その対抗できないからこういう卑劣な手段でしか戦えないというのが彼らの置かれた立場です。ですけど、宣伝の力、人的ネットワークの力でですね、盛り返そうとしているというのが現状だと思うんです。ですから私たちはですね、その保守派の方の中にですね、あの映画を見て、専門、こちら側の、保守側の専門家が出ていないから、ああいう変な論議になったんだと思っている人がいるので、これとんでもない話ですからね。そんな反論の機会なんか全然与えられてないんですから、映画の撮り方、作り方についてですね、それは知識がないんです。それで、専門家が出なくてもですね、私程度の知識でもですね、十分対抗できます。私は吉見さんの相手をすることができます。ですから、それは専門家の問題じゃないんですよ。ただ、一つ言えることは、畑先生にはアプローチしたようです。だけど、失礼なことをした畑さんが、拒否したということがあるわけです。西岡勉さんにはアプローチしてないんです、江崎は。なぜでしょうか。あの映画の最大のポイントは、慰安婦のおばあさんたちは、絶対自分の体験を喋ってる真実を、ね、事実を語ってるっていう大前提があるんですよ。その大前提をぶち壊すのは、慰安婦の人たちと直接、ね、韓国語で話をして、インタビューもしてきた、そのことを知り抜いてる人は、日本の学者では西岡勉さんが最大の人なんです。ですから西岡さんだけは絶対に取材をしない。でそれで、あの慰安婦のおばあさんたちを、ね、しかしね、私は杉尾デモってありますね、あの日本大使館の前で。あれ、何十年もやってますね。あのデモに参加しているおばあさんたちは、全部北朝鮮の工作員だということを私は、本当に驚きましたけども、韓国のある、政治学者から聞きました。でその方はもう亡くなってますけどね、このまま行ったら韓国は北朝鮮に飲み込めるだろうというふうに本当に嘆いていらっしゃいました。その通りに今なりつつあるじゃありませんか。でそういう恐ろしいことがあるわけです。ですから実はあの慰安婦問題もそういう背景がある。そしてまた国際的なネットワークがある。そういう中で起こっていることです。でしかしこれはですね、ある方が言いました、100年、この慰安婦の嘘を言うなら我々は戦線戦おうと言った人を言いますけど、そういう気概を持ちたいものだなと私は思っているところでございます。ありがとうございます。皆さんも全く同じ気持ちで、嘘をつけには目的があると思います。今回出演されているリベラルの方々は資料も読み込み、私たち保守の主張もよく知っているはずです。つまり、自分たちが嘘をついていると自覚しているのではないでしょうか。リベラルの方々が嘘をつく目的は何でしょう。1990年代には、従軍慰安婦の強制連行が国ぐるみで行われていたと、国民のほとんどは思っていました。嘘だと気づかず、騙されていたのです。なぜなら、戦後教育の土台があるのに、嘘をついている側だけの主張しか聞いていなかったからです。今回の視点上も片方にのみ反応の機会を与えている点で、純粋にこの問題に興味を持った観客を騙しています。出崎さんが撮影を依頼する際におっしゃった歴史議論の国際化をテーマに両者一斉に討論する卒業映像になっていれば、素晴らしいものになっていたと思います。よって私たちの今回のシンポジウムに反対されている方々は、次回は一緒に討論をやろうではないですか。そんな日がそう遠くない日に実現することを願っております。この袋の中にですね、こういう兄弟カードが一緒に入っていると思うんです。これメモ用紙にお使いになってもいいですけども、できれば今日の感想やそれからご意見あるいは情報などを書いて帰りに置いていただけると助かります。そのために入れます。よろしくお願いします。
はい、ちょっと一つだけ付け加えます。嘘つきは泥棒の始まりと言いますね。で、嘘つきと泥棒は同じなんですけども、これ国葬上にあるんですよね。告訴したこの内容はですね、出先の映画の中でテキサス・オヤジの著作物が2個盗まれて使われているんですね。盗用されているんです。それとあとはトレーラーの中にもう一つ別に3つ目の動画が使われているんです。ですから嘘つきと泥棒は日本の先人たちが言ったようにね、やっぱり同じものなんですね。以上です。はい、藤岡先生、山本代表、一木事務局長、ありがとうございました。20時完全撤収なんですが、時間をちょっと過ぎてしまいました。来週、撤収しなければならないんですが、で本日は、お忙しい中お越しいただき本当にありがとうございました。この後懇親会も予定しております。開催運勢です。まだ人数に余裕がありますので、ぜひご参加ください。本当にありがとうございました。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。なんかね、今すぐ完全撤収ということで、ちょっと私動画の止め方がよくわかんないんだけど、皆さんどうもありがとうございました。私ちょっと片付けに入りますんで、はい。